はやめのパワースポットに来ました。やめつ姫にお会いしに来ました。よいしょ。はじめまして。どうも。はーい。はーねー。あー、そうねー。よしよし、やめ石役所とかか。これ岩すごいなー。岩この、はい、うん、わかった。ちょっと動画撮ってんだ、これ、うん、こんにちは。あの木が有名なんや。後で行くけど、うん、水広どうも、来ました。おー、すごい神様が。おー、すごい神様がいる。ちょっと、こんにちは。こんにちは。すごい。はじめまして。ここに来て写メを撮らせていただいてありがとうございます。うん、おお、うん、ですね。ちょっとここ、あ、いてててあ、そうだそうだ、なんだこの卵みたいなの、なんだこの卵。こんにちは。おー、すごいね、ここ。おー、でも九州の顔じゃねえ。九州の顔しとるね。九州の女性の顔してるよ、お父さん、見てみて。すごい、もう九州の顔じゃない。うん。そうそう。家族で来てるから、ちょっとお参りする前に一回り全部してちょっと撮ってね。うん、おー、はー、美人水と言われてます。この岩清水を写真に撮ると願いが叶うと言われてます。え、なになに、へーへー、ここをするとそうなんだ。よしよし、すると願いが叶うって言われてますって。へえ、すごーい。お、水が落ちてきた。ちょっと来た。後でいただいていきまーす。とりあえず全部ちょっとくるっと回って。何今かんて。はーい。何何、ふーっと綺麗に掃除されてますね。ぐるっと回って、うん、よし、ぐるっと回おう、あとどうも。じゃあ皆さんも一緒に参拝しましょう。うん。お参りする前に木まで行ってからお参りしますね。よいしょ。おお、これは、わ、下から行かんといかんとか、木。
あー、そっか。じゃあちょっと木だけでまた。はい、木でした。じゃあお参りしまーす。よー、今からお参りしてきます。